どうも、おはようございます。即会塾のコブでございます。今日もライブ放送を開始します。今日はね、6月13日日曜日なんですが、私のアカウントが利用制限を喰らいまして、2日目になります。だからね、6月20日までこういった感じで、誰が来るかわからないライブ放送をするわけですけども、まあでも少なくともね、昨日のライブ放送を YouTube にアップロードしたところ、100名近くの方があれからご覧いただいたということで、本当にありがとうございます。 えー、ただいまもね、今、ライブ放送に視聴者さん1がつきました。本当にこのね、一人を大切にしていきたいと思いますし、結局ね、一人を大切にするから、次の一人も大切にできると思うんですよ。ですんで、いきなり視聴者数が何十人何百人来ないから、やってもしょうがないと思わないでいただきたいなと思います。やっぱりね、たった一人に出会うために、私たちは孤独な戦いを続けていくものでもありますし、少なくともライブ放送すれば、 トークのスキルが上がるわけですよ。ということは、視聴者さんが来たときに困らないってことなんですよね。ですので、視聴者さんがいない段階でやってもしょうがないと思う方、トークがそんなに上手だったら、それでもいいんですけども、自信がないようでしたら、誰も来ないっていう状況を大いに活用してですね、練習だと思って、放送発信を繰り返していただきたいと思います。で、今日のテーマなんですけども、暗号通貨、暗号資産。 皆さんね、仮想通貨、いろんな呼び方がありますけども、皆さんどう思いますもしかしたらビットコインっていう名前ぐらいは聞いたことがあるかもしれませんよね。えー、現在ですね、日本人の大体3%ぐらいの方が何らかの形で暗号通貨、暗号資産、仮想通貨を持っているというふうに言われております。えー、暗号通貨、仮想通貨の取引所のアカウント数を調べると、これがわかるわけなんですけども、まあ、ですんでね、日本円を持っている人の人数よりは少ないと思いますけども、まあでもね、 一定のレベルで1%の人が持っている3、3%の人が持っているっていうと、かなりの数百万人が暗号通貨を持っている。少なくとも関心があるということになりますので、ちょっと今日の話題をね、しっかりと耳を傾けていただきたいと思います。どういうことかというと、暗号通貨が使えなくなる日が来るんではないかなってことなんですよ。そこでですね、どんな理由で使えなくなるのかってことを私がね、5点にまとめましたので、一緒に考えていきましょう。一つ目なんですけども、 国の規制強化が強まるということです。まあ前回もね、アメリカや中国で暗号通貨の規制が始まって、所有者は処罰するとか報告せよっていう風なね、形にもなってきます。もしかしたら暗号通貨ってのが国で禁じられて、所有すると、これはね、銃刀法違反のような、あの、違法扱いになる可能性もあるんですよ。で、こういうことが日本でも起きると、これは日本国籍の人が何らかの形で自分の アカウントに暗号通貨を持っていたら、まあ、逮捕されるみたいなことになって、とてもじゃないけど暗号通貨使わないよねってことになるかもしれませんよね。で、そこまで厳しくはないんだけども、次の暗号通貨使えなくなる日が来るかなっていう懸念で、税制の強化ってのがありますよね。現在でも暗号通貨が非常に使いにくいのは、その強い税制に原因があるんですよ。ね、最悪の場合、半分ぐらい税金で持ってかれるんで、なかなかね、やってらんないなってことですよね。 リスクを抱えて暗号通貨に参入したのに、利益が出たら半分持ってかれる。損したら何も補填されない。つまりこれね、バイナルオプションよりひどいわけなんですよ。バイナルオプションって負けた時は全額取られて、勝った時は1割5分とか2割が手数料で取られるんで、非常に勝ちにくいわけですよね。それが最大半分持ってかれるってことになると、とてもじゃないけども、こんな危なっかしいことできないよねってことになっちゃいます。ですんで、税制の 強化がもしかしたらね、暗号通貨の税制は8割税金だぞってことになっちゃったり、一律9割だってことになると、とてもじゃないけども、暗号通貨に興味を寄せる人ってのは減るんじゃないかなと思うんですよね。これが2つ目。3つ目なんですけども、暗号通貨そのものが巨大なシンジケートが演じた詐欺だったっていうことですね。これはたまにそういう説が出てくるんですけども、暗号通貨を法定通貨で買う。これはまあ大きな流れだと思います。あ 今、視聴者さん二人になりました。本当にありがとうございます。えっとね、新しいアカウントでね、ライブ放送するのは非常に怖いんですよ。ですんで、昨日はお一人だったんですけども、今日この時点で二人ということで、二日目にして二人ってのはかなりね、ありがたいことです。本当に見ていただくだけでも感謝でございます。暗号通貨の話に戻ります。三つ目の暗号通貨が使えなくなる日が来るとしたら、暗号通貨そのものが巨大なシンジケートが作装した詐欺だったという話なんですよ。で、法定通貨を 交換して暗号通貨、ビットコインとかイーサレムにしますけども、ビットコインやイーサレムやその他のアルトコイン、全部がもう完全に引き出し不能、もしくはいつの間にか消失していたみたいなね。要するにこれってのは法定通貨が盗まれてしまうってことと似てるんですよね。まあ、ですんで、もしかしたら暗号通貨はそのものがね、この概念が詐欺かもしれないってことも警戒しなくてはならないかなってことです。で、四つ目は今までとは全く違います。システム上のブレイクダウンが起きるってことも考えられるかなってことなんですよ。 暗号通貨を使っている何らかの仕組み、もしくはインターネットそのものが、世界で一斉にね、何らかの事情で使えなくなってブレイクダウンしてしまうということがあったら、当然ですけども、暗号資産法定通貨、こういったものをデータベース上に残していた人は一問なしになってしまうということで、目の前にある現金で勝負しなくてはならないということになってね、これがね、グレートリセットって呼ばれることもあるんですよ。今、どんどん通貨、資産のデジタル化が進んで、デジタルでバーチャル上に保管するようになりました。 でも、どうでしょうかね。よく挙げたら、そういったものが一気にホールドされて、凍結されて使えなくなっていたら、みんなで資産を失うことになるんですよ。それは法人や公的機関、銀行、そういったところも込みでです。もしかしたら、軍事施設も資産を失ってしまうかもしれませんよね。そうなると、もはやですね、リアルな現金、目の前にある現金、財布にある現金、タンスにある現金だけが資産ということになってしまって、実態でしか物が飾られない時代が来るということなんですよ。 もともと人類はそういうところから来ましたんで、そういった時代に戻らないとも限らないんですよね。まあ、ほとんどありえないと思いますよね。はい、ということですね。で、5つ目なんですけども、暗号通貨が免許制になるって可能性は十分あります。これは一番最初にお話した国の規制強化にもつながるところがありますけども、例えばね、所得や資産が一定額以上ある人しか暗号通貨の取引をしちゃいけませんとか、 暗号通貨の取引所にアカウント作っちゃダメですっていうことになるとどうでしょうか二極化が進んで、大金持ちは暗号通貨でさらに豊かになったり、資産の保全ができる。でも、お金のない人は、ついに暗号通貨という一発逆転の方法まで失われてしまう、奪われるってことになります。これは、ないわけではないかなと思います。ね、別の形のグレートリセットなんですよね。まあ、ですんでね、何が起こるかわからない世界ですけども、暗号通貨ってものに、 フォーカスしても、私がちょっと考えてただけどもね、この5つぐらいの要因で、暗号通貨だけが頼る資産の人っていうのは、恐怖を感じなければならないかなと思うんですよ。まあ私も例外ではないんですけども、暗号資産にね、かなりの資産割合を割いていますんで、特に体のだっていうのが、ある日突然ね、なんか、あれダイダロスがロックされて出ないぞ。もしくはダイダロス開けたらゼロになってるぞ。サポートも、いや、原因分かりませんねって言われたら、それで終わりですからね。 だから国の保障がないっていうのは、実はね、こういうことでもあるんですよ。中央集権っていうのは、私たちには不自由な仕組みでもありますけども、反面ですね、守られているっていう部分があるんですよ。ですけども、こういった中央集権でない責任者が分散する形っていうのは、まあ、自分だけがね、あのー、無視されるっていうことならまだいいんですけども、分散しているがゆえに、責任が分散して、誰も分かりませんっていう事態にも。も 陥ってくるんですよ責任者がいないわけですから。善意でサポートしてくださる方がいますけども、その人に手をえなかったら、自分で解析するしかなくなっちゃうんですよね。でも、普段から自分で解析せずに、トランザクションなりね、マイニングなどを多くの方が他社に依存してきましたで。そういう中で自己解決ができないっていう現実が残ってるわけなんですよね。ということでね、暗号通貨が特権階級化すると、もう手も足も出なくなるなっていうところで、 今日は合計で5つの暗号通貨が使えなくなるような事態が起きるのはどういったことに起因するのかということをお話ししました。皆さんにもね、お考えがあるようでしたらお知らせいただければ幸いでございます。では本日は以上です。6月13日朝5時半、即可塾の久保、隠居 TV でお送りいたしました。それでは失礼します。